小さい人のところでね歌うことがあってですね、みんなにもねみんなのこれを歌うためにみんなのおじいちゃんとおばあちゃんを思い出すかもしれないけど、みんなとおじいちゃんとおばあちゃんにもね、またおじいちゃんとおばあちゃんがいてはんねんでって言ったらみんなびっくりしてね、ちっちゃい子がですね、おばあちゃんはね生まれた時からおばあちゃん、あんたのおばあちゃんやのってですね、あなたのようにちっちゃく生まれてきてね、おじいちゃんとおばあちゃんとね、おられて、そのまたおじいちゃんとおばあちゃんの上にもおじいちゃんとおばあちゃんがおられる、ね、すごいすごいと思わないかって言ったら、そりゃすごいなって、子供は純真で素敵ですよね、私にそういうふうに言ってくださいました。そしてその私はね、私になるまでずっと命がね続いてるんやね、だから自分一人のね、このおじいちゃんとおばあちゃんのおじいさんの振る時を歌う時はね、あなただけのおじいさんじゃなくて、おじいさんのそのまたおじいさん、ね、そのまたおじいさんのね、つながる命の歌なんだって話をしたらですね、子どもたちは、びっくりしていましたけどね、本当にそうだなと思います。来年明年ね、まあ、私たちは皆様方をお迎えする東本願寺で皆さんを待っている立場ですけどね、お待ちする親鸞聖人の750回のご縁起もね、私いつも思うんですけれども、皆さんの中でね、そのおじいちゃんひひひひひひ、今の御門書は25代ですから、25代前のね、例えば皆さん方にとってはひひひひおじいちゃんでね、来年は750回のご縁起をご縁さんに今度来てもらう、法事やってもらうにゃっていう人いらっしゃいますか？おられんでしょ？知らんでしょ？何代まで分かりますか？分かんないですよね。でも親鸞聖人っていうと、私たちはですね、全員で昇進儀もあげられるし、ね、命の歌である昇進儀もあげられるし、音読さんだって全員が歌います。あれ親鸞様が85歳の時に作られた、ね、自分が50年前に別れたね、自分の先生のことを、良き人である人のことを思って作られた歌ですよね。あれ750年経っても私たちは現代人は歌うことができる、すごいでしょ。私はこれはすごいな、これはどうしたことかと思うとですね、やっぱり良き人を通してね、私にまで届けられてるんだなということをね思います。それはさっきね、あの蓮如様のお文をね朗々とあげられましたね、もう素晴らしい女性のご縁さんが挙げられたんです。私も実はね、お産み上げるのね、割と得意なんですね。これライバル実現というのね、あのいただいておりましたけどね。うん、はい。ね、その中でも一番好きなね、お産み様がね、それ人間の不肖なる層をつらつら感ずる、およそ儚き者は、この世の中樹、幻のごとくなる、いちご。明日には甲があって、夕べには白骨となるようになる、ね、朝には元気に寝ていくかもしれないけれども、夕方には白骨となるかもしれない。私たちはそんな浮き草のようなね、そういう人間を、人間としての私を生きてるんだ。だからね、どうするかといえば、どんな人もどんな人もどんな人もね、本当の教えに出会い、本当の人に出会い、本当の良き人に出会って、あなたが本当にあなたとなってもらいたい、私たちは仏様から誰一人だなくね、そう願われているんだということをね、500年も前に、512年前に亡くなった、蓮如様という方のお手紙がね、私たちを揺るがしますよね。今日はこの備えでね、ご縁さんでおられた、野々山さんという住職さんね、おられたですね、私本山に共同で来られる時にはね、とっても可愛がってもらったですよね。でついこの間その方が亡くなられたってことを、亡くなってしばらくしてお伺いしました。まさかそのご子息がこの祖内だということはさっき知りましてですね、まあ、その野々山さんのことも思いつつ、さっき挨拶をされた岡崎教務所長の所長さんね、この間、お父様を亡くされましたね、お父様またかっこいい人でね、あの所長さんの50倍ぐらいかっこよくてですね、まあ、あの所長さんもかっこよかったですけど、もう素敵な方でね、所長さんあんな、ね、立派な挨拶されてるんですけど、自分が本当に模試となってお話しされる時はですね、声に詰まって涙流しながら、で私は大体泣き虫なんで、その涙流してられる姿にですね、なんかもはや泣きしてしまいましたけど、では今日は天白さんに白骨の海の歌をね、はい、歌ってもらいたい。我や先人や先という歌を歌います。
ダーの入り口に余命検査サービス X デイ、いつまで生きられるか教えてくれる。ちらっと振り返り、そう簡単に死んでたまるかと、電光掲示に目が走る先に、去年32歳と虚しく光る。もうちょっと生きたいよなと独り言言いながら、東京の片隅で死んでいた君のことを思い出してみた。今日とも知らず明日とも知らず、早い命を生きている。聞くまでは生きられると言われた。虚しく笑って家が近くで同級生、いつも一緒に遊んでいた。でもいつの頃からか彼に僕は距離を置いてしまった。ひどいいじめがずっとあった。目にするたびに僕は見過ごし、かばえず自分がいじめられるという言い訳を何度もつぶやいていた。アパートの布団の中で冷たくなっている君が、一人ぼっちのままで見つけられたのは、息に耐えて3日が経っていた。今日とも知らず明日とも知らず、早い知らず、いつからか付き合いをやめてた僕は、君を二度も見殺しにしてきた。人はそんなに寂しく人知れず生きてていっていいのか。別れの言葉も交わさった。